はい、こんにちは。ニュージーランド在住炭酸美容家の高橋ひろみです。最近やっぱり手洗いが頻繁になっているので、すごく手荒れがひどいんですけれども、どうしたらいいですかっていうご質問をいただきました。今日は手荒れの対処法について動画を撮っていきたいなと思いますので、よかったら最後までぜひご覧ください。私もですね、やっぱり手洗いが今まで以上に多くなりましたし、アルコールスプレーで消毒するっていうこともかなり頻繁になってきました。手洗いが頻繁にあるっていうことで、手が乾燥して手荒れがひどくなっています。私は結構昔から手がコンプレックスで、見た目なんかこういつもガサガサしていて、すごく手の綺麗な人に憧れています。なので、なるべくその手を乾燥させないっていうことは常日頃からやっています。女性は家事とか子供の世話とか、まあ、いろんなことで手を駆使する人がすごく多いと思います。年齢が出やすい手ということもあるので、日々ケアしていくっていうのは大事になってくるんじゃないかなと思います。まずですね、手が荒れる時につけたいのは、油が割と多めのハンドクリームが一番のおすすめです。でも別にわざわざハンドクリームを買う必要がなくって、お家にあるお顔に使うものでも全然使えてしまうので、そういうものを使ったらどうかなというふうに思っています。お手入れの手順ですが、まず20秒間石鹸で手をしっかり洗った後は、必ずタオルドライで手を完全に乾かしてください。アルコールスプレーをするときは、乾いた手でアルコールの消毒をしてください。そしてアルコール消毒の後は、アルコールが完全に乾くまでその状態を保っておいてください。そうしないとアルコール消毒の効果が薄まってしまいます。私は石鹸で20秒間よく手を洗った後に水気を切って、その後に炭酸の化粧水を使っています。皆さんもお家にある化粧水だったらどんなものでもいいかなと思うのですが、私は自分で炭酸の化粧品を作っているので、自分の炭酸の化粧品を使っていきます。これはですね、スキンローションモイスチャーっていう潤いタイプの方です。手を洗ってハンドタオルでよく乾かした後に使っていきます。この手にですね、全体にまんべんなく伸ばしていきます。この時にしっかりこの化粧水が乾くまでこの状態で待っててください。化粧水だけでも結構しっとりするんですけれども、その後は私はオイルを使っていきます。この時にハンドマッサージをすると、さらに気持ちもいいですし、リラックスもできるので、時間がある人はぜひやってみてください。はい、では今からハンドマッサージをやっていきたいなと思います。まず手にオイルをなじませてください。私は炭酸のオイルを使っていくので、ここの甲に炭酸のオイルを落としていきます。はい、そしたらですね、もう本当に私は手のひらにオイルをつけるのがすごく嫌なので、甲と甲でこういうふうになじませています。いつもこういうふうにつけています。このようにオイルをなじませた後に、今からマッサージをするんですけども、手をマッサージすると結構気持ちよかったりリラックスしたりするので、すごいおすすめです。で、本当に簡単です。私は手のひらをですね、オイルをあんまり触りたくないので、できるだけ手のひらを使わないで、甲と甲を使ってマッサージするという、とても不思議なやり方をしています。で、まあ、なじませる時もこのようになじませますし、あとマッサージなんですけど、裏をマッサージしたいのでここを使ってこのようにマッサージしています。ここを使ってこのようにグリグリというふうにやっています。はい、ゴリ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 って結構これがすごい気持ちよくってあんまりルールはなくて、ゴリゴリゴリってなんか自分が気持ちいいなと思うことをやればいいかなと思います。で、さっさとパッパッとできる方が簡単で楽だと思います。でですね、あとはこういうふうに手を組んで、指の間をですね、こういうふうにマッサージするっていうのもすごい気持ちいいです。カメラに見せようとすると方向がやりづらいんですけど、こういうふうにやっています。もうこんな感じでやってますね。手の甲をやるときはお膝に手を置いて、こういうふうに
やると安定するしやりやすいかもしれません。ものすごい簡単なのでぜひやってみてください。はい、というわけでもう本当に簡単、これです、これだけです。もう10秒もあればできてしまうので、お休みの前にぜひオイルを塗ってやってみたら次の日の朝絶対違うと思います。そしてもっと本当にガサガサがひどすぎてっていう人は手袋をして寝てみてください。手袋をして寝ると保湿されて守られますのですごくおすすめです。ということで今日も見てくれてありがとうございます。また次の動画を楽しみにしていてください。この動画が良かったよっていう人はぜひグッドボタンをお願いします。そして何かもっとこういうことが知りたいとか質問とかがあったらコメント欄の方によろしくお願いします。それではね、またねー。